連邦所属の惑星が次々と消滅しているそうだ。 Y 資料の記述通りだな。レメゲトンの解放によってアベルは目覚めた。アベル目覚めし時、そのゆりかごたる箱舟現る。ソア、サラツストラを求むる者なり。現にゾハルは活性化している。それを感じるのだ。アベル、何者だ、あの子供は。窮地の友といったところか。私が UMN の高中士をしていた頃からも。もっとも向こうは常に隔離施設の中。直接会ったのは数度だったかな。何百年も昔の話だぞ。その時からあのままなのか。驚くほどのことはあるまい。この私だってそういう意味では何百年も存在しているのだから。ミズラヒのY資料にはオメガの制御のために不可欠な存在であると記されている。確かにゾハルの波動の仲立ちとはなっているが、資料の記述時代は何千年も前に存在したものをミズラヒが復元したものだ。だとすればあの少年はその時代から存在していたことになる。常識で理解できる範疇を超えとる。今の私にとってはなくてはならないパートナーさ。神に対抗する唯一の兵器、オメガの操作デバイスなのだからな。その動力炉たるゾハルを得、そして神の世界へ登るための最後の遺物、サラツストラをこの手にすれば。貴様、本気で神と戦うつもりなのか。さてな。